まだやりたいことがあるんです。あの家で使ってる包丁を研ぎたくて今日持ってきました。証拠物件みたいな、証拠の物みたいな。すごい箱もありますよね。なんかちょっと今欠けてるみたいな。まな板に擦れてノコギリが落ちてって切れなくなるんです。摩耗して歯がなくなっちゃって、うん、そろそろ研がなきゃダメだよっていう状況です。ギリギリナイスなタイミングできたということで。こうやって大切に使い続けたらどれくらい持つものなんですか？手首でやるのならばほぼ歯の指首に使えるんです。あの無理な使い方をしなければですね、はい、かっこいい包丁すごい。最初何切りますか？どうしよう、何切ろう。トマトがやっぱ切れない包丁が潰れちゃいますから、トマト切ります。すごい、鏡みたい。あとはね、